家具職人の修行の生活編ということで、この家具職人になるにはのシリーズの第四話なんですけれども、前回は、ダスタラ家具職人の修行の場所についてお話をしました。今回は、じゃ修行中の生活の話になります。ここで言う家具職人の生活は、修行中についての一般論であり、全てがそうではないので、あくまでも参考程度にお聞きください。基本的に、道具を使う家具職人は、まず。 道具の手入れを覚えることが先月ですそして道具が使えるようになることこの手入れは主にカンナの刃物研ぎとか飲み研ぎなどになりますでこの刃物の研ぎ時間は仕事が終わる前や終わった後というのが通常で職業訓練校の場合は研ぎという授業があります研ぎの技術の習得って私はかなり時間を要しました 話については家具職人への道の中にも書いていますのでブログの方をご覧ください修行中の仕事内容ですね何から始めるのかっていうのは属するところによって異なりますで今家具職人の修行中は基本的にまあ、娯楽はなしと考えた方がいいですね、まあ、今の時代は大げさかもしれませんが修行中はまあ、テレビを見たり飲む時間があればまあ、都議をしていることが多いということが現実です あとは先輩の仕事を盗み見する。これ、ね、日中見ると怒られたりするんですよね。なので早朝とかお昼休み、そして就業後とかに、まあ、こっそりと先輩の仕事をよく盗み見していました。であと休みの日も家具店に行ったり道具を見に行ったりインテリアショップのこう探索などですね。修行中は何かと吸収することが多いので遊びが考えられなくなります。 そして過去の知人と据えになるケースもあるんですけれども当然友達とね遊びに行くよりも家具の方がまあ大事になってきますそして友達とも据えになりますがそれも数年の間ですので遊び優先か今は修行が優先かと考えてみると本気だったらの遊びはどうでも良くなってくると思いますま数年したらおのずと趣味に興味を持てたりしますので最初は家具を作ることに専念する方がいいと思います そういう意味も含めて無収入で未貯金だとかなりぶれたり悩んだりしますこれは私も経験をしているのでそうなんですがブログにもそういう思いを記載していますのでご覧くださいでは続いては家具職人の教人についてお話をしていきますブログへのアクセスは動画の下にあります URL をクリックしてくださいチャンネル登録も受付しております Facebook も投稿しておりますので合わせてご覧ください